マダガスカルのアトリエでバッグを作ってます。マダガスカルの人たちに仕事をあげたいっていうなんかまあ強い思いもあって戻ってきた、うん、ちょっとこちら見てください。これがのりこさんの手掛けてらっしゃるブランド、はい、メゾンエナッシュパリっていうブランドで、うん、なんかもうここに結構いらないものとか片付けたりとかしてて、でもここにあるのは結構普段使いのアイテムですか、カバン。そうですね、なんかまあ自分のブランドなんで結構いろいろ持ってはいるんですけど、うんうん、はいはい、最近、なんか日差しが強いからなんか帽子かぶったり。ブランドは、はい、まあ、カゴバッグ、あと他にどういうものを作られる、まあ、帽子を作ったりとか、今シーズンは今私が着てるお洋服とかを作ったりとか。え、ちなみに何年ですか、はい、創業されてから。7年です。7年。いや、なんかもういつもパリにいらっしゃらないぐらいインドに行かれたりマダガスカルに行かれたりお忙しそうですけど、マダガスカルではどういうことされてるんですか。マダガスカルのアトリエでバッグを作ってます。あ、インドは。インドのアトリエでバッグを作ってますとか言って、マダガスカルでは帽子も作ってます。始めてみたらマダガスカルってなんかやっぱり貧しい国なんで、その女性の人たちが仕事が必要だったりとかっていうのもあって、その、まあ、その彼女たちが定期的に仕事ができるようにって言うんで、今、まあ、200人とか300人とか、まあ、それぐらいの人が、これ全部 手でクロシェ編みっていうかぎ針で編んでるんで、マダガスカルの人たちに仕事をあげたいっていうなんかまあ強い思いもあって、でラフィアはマストでやってますね。最初にマダガスカルに出会ったきっかけ。でもね、最初のマダガスカルは実はバカンスで別れた夫と一緒に行ったことがあって、でもその時はマダガスカルの本当に綺麗な観光客が行くような部分、すごい天国みたいな島みたいなところをメインで見てたんで、マダガスカルに本当に深く関わるようになったのはバッグを作るようになってからです。私ファッションが大好きで、もちろんそのトレンドだったりとかっていうのをずっと仕事にしてきてたんですけど、そのファッションとまた別のそのトレンドとは別のあり方があるのかなっていうので、結構定番的なモデルとかがたくさんあって、でなんかまあ同じものをずっと売り続ける、でもちょっと新しいものを追加するっていうスタイルをやっていくうちにどんどん数が増えてしまって。これ日本だとどこで買いますか。日本はいろんなお店で販売していただいてて、ベルメイユイエナさんとかオデットエオディールさんとか、あとユナイテッドアローズさん、ビームスさん、ビームスさんドゥミルクスっていうところ、あとジャーナルスタンダードさんとか、他にもトゥモローランドさんとか、すごいですね、ストネーションさんとか、プルミアアロンディスモンさん、いろいろあります。これからなんかちょっと展望じゃないけど、また違ったこと、なんかやっぱりブランドを育てていくっていうのは一つ大きな軸としてあって、でもなんかもう一つ二つぐらい別のプロジェクトとか、なんかこう自分がワクワクして楽しいみたいなことは続けていきたいなって思ってます。ここにも実は子供の写真が貼ってある。あ、でも結構前ですね、これ 4,5 年ぐらい前かな。なんか私がやっているチャリティーのイベントを10年前からオーガナイズしてて、はい、でそこのチャリティーのイベントで、写真館っていうのをやっていて、なんかプロが写真を撮ってくれるんですよね。でこれは私ももちろんちゃんとお金をお支払いして撮ってもらったんですけど、はい、そのきっかけは、そのチャリティーのきっかけというのは始められた、東日本大震災の時に、はい、なんか何かできることはないかなっていうのがあって、でそれでその自分はファッションの仕事をしているので、なんかファッションのブランドでいらないお洋服とか寄付してもらって、それを売って売り上げにしたらいいのかなって思って
始めたんですね。それがだから多分その時130ブランドぐらい、2000万ぐらいの売り上げになって、もう本当に想像以上にあの反響があって、まあ、それだけやっぱり皆さん日本のことに興味があって、定期的にイベントをやるようになって、今ちょうどだから10年目ですね。私あの東京で11月にイベントをやろうかっていうのは決めてるんですけど、パリはまだちょっと日程を決めてない状態です。パリだとオンラインの時は本当に中村恵里子さんとか天宮徒子さんとかクッキング教室があったりとかっていうのをオンラインでやったりとか、なんかまあそんな感じのイベントをオーガナイズしてます。いやもうその、まあ、ダイナミックといいますか、それであの ご自分のブランドとその、まあ、インド行かれて、マダガスカル行かれて、この前もイタリアで撮影されたり、チュニジアで撮影、もうその体力を維持する方法っていうのは何なんですか？好きなことだからやれるのかなっていう気がします。でも月に 何箇所ぐらいですか今？月の半分ぐらいは多分出てるのかな。4月はマダガスカルに行って、ブルッセルに行って、でその後日本に行って、で戻ってきてマダガスカル、サルデニアに行って、で今度インドに行ってって感じなので、もう本当になんかまあそれがちょっとライフワークみたいな感じにはなってますよね。あんなどんなところが好きですか？セーヌ川沿い、なんかねベタだけどとか、カフェとか、なんか本当にねもう30年ぐらい住んでるのに、いまだにやっぱりセーヌのあたりを散歩すると綺麗だなって思うし、いまだにカフェに行くと楽しいし、あとパリジェンヌですかね。可愛い、本当にみんなおしゃれで、あんまりこう全然話に出てないんですけど、アートが好きなので結構美術館はよく行きます。どこに行かれます？そうですね、ここから歩いていくのが行きやすいのがポンピドセンターなので。コンテンポラリー、そうですね、コンテンポラリーアートが好きで、結構写真集とかアート集とかもあって、あとここにダーってパリの本がたくさん、パリコジーとか、そうなんかね、私個人でもなんか結構そのパリ特集っていうのをそのいろいろ日本の媒体でやらせていただいてて、で、まあ、なんか結構新しい情報を載せたりするので、このパリのガイドブックの情報を載せるわけじゃ全然ないんですけど、でもなんかやっぱパリって書かれてるとつい買っちゃうっていう、常に情報を探してるって、ね、まさか自分がこんなにパリが好きになるなんて思ってなかったです。得意料理は何ですか？得意料理なんでしょう、結構何でも作るんですけど、作るとき時間があるときは、でも割と野菜を使った料理が得意かもですね。なんかね、オットレンギっていうロンドンのシェフがいて、オットレンギ のレシピとかすごい好きです。グラスはないんだけど、保冷剤を入れましょう、この中に。やるから、はい、こういう感じで、そのもオリーブオイルとお塩と胡椒と、今日はありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、乾杯。戻ってきた。滑ってる。のりこさん、今日はありがとうございました。 ありがとうございました。また遊びに来てください。 ありがとうございます。ぜひぜひ。じゃあ失礼します。それでは、はい、さようなら。